井上平太9月17日から1933年2月は、熊本藩藩士、武術家。流派は、運航流剣術、法規流医愛術、飛法流同節派球術、細川流記者。称号は大日本部特会剣道教師、医愛術藩士、弓道藩士、熊本県警部。高橋の軍部業の子として、熊本城下の神林町に生まれる。 犯行自習館で学問、武芸を学ぶ。武芸は、運行流剣術、法規流刃術、飛法規流動節波球術、大坪流馬術、武田流記者、馬古山流法術を修行。1864年、長州政党に、野方隊隊長の父と共に、野方隊副隊長として出征。1868年、藩主、細川森久に従い上落。 母親戦争と場、伏見の戦い勃発に伴い、京都御所の警備に出動し、新選組の隊員数人を切り倒した。その後、過労、米田虎之助が率いる熊本藩兵の一員として、東北戦争に転戦。廃藩治県後、熊本県、宝卓郡池上村谷院に移住し、熊本県警察部の巡査に任官。1885年には、 陸軍少将、野木稀介と親交を結ぶ。1902年11月、明治天皇臨席の陸軍特別大演習が、日後の平野で行われ、平太は天皇のお先乗りを務めた。野木から馬上杯を送られ、平太は野木に村政を送った。警察には30年間勤務し、警部まで昇進した。 違反者はすべて節油だけで放免し、決して逮捕しない、警察官として市民から、奇妙な人気があった。1899年5月、大日本部徳会の部徳祭に、馬術演舞の指導に招かれたという。1921年5月、部徳祭大演舞会剣道高齢者の部に73歳で、出場し、新党無念流坂部小老63歳と、 対戦する。この時防具を身につけず試合に臨み、周囲を驚かせた。スメンソゴテで試合に出場した心境はついに、語らなかったという。1922年、前走沢木高道の大東ル堂で座禅を修行した。ありがとうございます。